山下芳樹君。日本共産党の山下芳樹です。2013年施行の改正労働契約法によって期間の定めのある有期雇用契約が通算5年を超える場合に労働者が求めれば期間の定めのない無期雇用契約に転換することとされました。いわゆる無期転換ルールでありますが、今年4月からこのルールが適用開始されて少なくない職場で労働者の雇用の安定に役立っていると承知しております。私の昨年11月の参議院の代表質問に対し安倍総理は無期転換ルールを避ける目的で雇い止めすることは法の趣旨に照らして望ましいものではない、企業への周知や啓発指導にしっかりと取り組んでいくと答弁されました。大事な答弁だったと思います。ところがですね、総務省と文部科学省長官の放送大学学園が各都道府県に設置している学習センターの有期契約の職員の皆さんが今年の3月末で大量に雇い止めされました。総務省放送大学の学習センターの役割について説明してください。山田局長。お答え申し上げます。放送大学の学習センターでございますが、全国各地に設置をされておりまして、放送大学のキャンパスとして学習者の身近な場所におきまして面接授業の実施、単位認定試験の実施、インターネットや DVD 等による再視聴学習機会の提供、学習支援等を行う役割を担っているものと承知をしているところでございます。山下芳樹君。大事な役割を果たしているんですが、国から年間78億円の補助もされております。その学習センターで働く職員403人のうち79人が3月末で雇い止めされました。多くは5年以上あるいは10年以上働いてきた女性の皆さんであります。兵庫と徳島の時間雇用職員の女性2人から直接訴え聞きました。お二人とも1年ごとに契約更新して10年以上働いてきた方で、にもかかわらず3月末に雇い止めをされました。それぞれ兵庫あるいは徳島の労働局に申告をして対応を求めておりますが、大学当局は態度を改めておりません。今日皆さんのお手元に私は独自入手した資料の一部を配布いたしました。労働契約法の改正への対応について図書した平成25年3月5日、これは放送大学学園の常勤理事会に配られた資料であります。冒頭書いてあります。平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について通算で5年を超えて反復更新された場合は労働者の申し込みにより無期労働契約に転換することとなる。その次のページ、そのため就業業務職員、時間雇用職員、特定有期雇用職員の労働契約について改正労働契約法の施行日以降次のと以下のとおり取り扱うこととする。その次、抜粋ですけれども、時間雇用職員、教務補佐員、研究補助員、TA 等を含む、これらの方々については、これまで特に規定が明文化されていなかったため、次の1から3の取り扱いに改めるとあって、1、通算雇用期間の上限を5年までとすると、現在在職している時間雇用職員の雇用期間については、最長でも平成25年4月1日から5年を超えないものとするということを明記した。ペーパーであります。まさにこれ無期転換ルールを避ける目的で雇い止めするための対応だということをあからさまに述べた文章であります。女性たちは、私は労働契約法改正がなければずっと働き続けられたんだと言っております。その通りだと思います。これまでは1年契約を繰り返し10年以上働いてきたのに法改正によってそれができなくなった、こんな理不尽なことは私はないと思います。女性たちに聞くと、ベテランが辞めていく中で、センターは勤続3年未満の人だけになったというんですね。さまざまな年齢層の人たちが、これは受講する場所ですから、やはり一定の経験も必要なんだけども、それが断たれていると。厚労省に伺いますが、労働契約法18条、そして19条に関わる由々しき問題だと思いますが、女性からの申告で兵庫労働局は、学習センターに啓発指導を行ったけども、拒否されたと聞いております。一体どんな対応しているのか、このまま放置するんですか。成田審議官。まず個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げますと、事業主と労働者との間の個別労働紛争について紛争解決の援助の申し出があった場合には、
個別労働紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局長による紛争の自主的な解決を促す等の助言指導を行っているところでございます。山下芳樹君。私はこんなあからさまな向き転換ルールの逸脱のための雇い止めないと思いますよ。これでね、何にも労働行政ができなかったら、労働行政は何のためにあるんだということになると思いますよ。まあ、時間ないですから、私総務大臣の責任も問われています。これ総務省所管ですからね、共感ではありますけども、総理答弁に反することが総務省の足元での法人で進んでいると、これ大臣として是正指導すべきではありませんか。野田総務大臣。電話したいにお答えします、放送大学学園の職員の雇用形態については、労働関係法令に基づき同学園が適切に定めるべきものと考えています。無期転換ルールについても同学園において改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただくべきものであると考えています。総務省としては労働関係法令を所管する厚生労働省、同学園を共同で所管する文部科学省と連携しながら、同学園に対し引き続き労働関係法令に基づき、適切な対応がなされるよう伝えてまいりたいと考えます。山下芳樹君。ペーパー読んでいただいたんですが、私は総務大臣として本当に積極的な対応が必要だと思うんですね。いろんな理由があります。組織の活性化とか学生のニーズに合わせた魅力的なサービスとか言うんですが、そんなものは雇い止めの理由には全くなりません。いろんな対応がされるべきなんですね。一方でこの4月から138人非常勤職員を新たに採用しております。雇い止めのための雇い止めなんですよ。その大臣、足元でこんなことが起こっている、しっかりと情報をつかんでしかるべき対応してください。野田総務大臣。繰り返しになりますけれども、厚生労働省、そして文部科学省とまずしっかり連携しまして、そして学園に対してこの労働関係法令を基づいて 適切な関係がしっかりなされるよう、しっかり伝えていきたいと思います。山下芳樹君。次に KLM オランダ航空の日本人客室乗務員がこの7月から大量に雇い止めされようとしている問題について質問いたします。国交省オランダ航空の日本国内の就航状況、月々の乗客規模などについて報告ください。久保田航空ネットワーク部長。お答え申し上げます。オランダ航空の日本への就航状況につきましては、2018年の夏ダイヤにおきまして、アムステルダム成田路線を週7便、アムステルダム関空路線を週7便、それぞれ運行してございます。日本路線におきます、旅客数につきましては、両路線合計で2016年は約40万人、2017年は約42万人の利用となってございます。山下芳樹君。そういう状況なんです。この日本人客室乗務員の方々が7月から順次、期間が来たということで雇い止めされようとしておりますが、これ後で言いますけれども、まさに無期転換にかかるような方々がそうされようとしているんです。で、まずどんな働き方をされているかについてまず大臣にお聞きいただきたいんですが、私、日本人客室乗務員の問題というのは日本人の乗客にとっては安全に直結した問題だというふうにいろいろ話聞いて理解いたしました。例えばですね、こういう事例があったんです。2014年アムステルダム発関空行きの便で、搭乗手続き終了直後に火災事故が起こりました。窓の外が真っ黒い煙で覆われて、オランダ人の乗務員がすぐに操縦士に知らせて対応したんですが、緊急事態ですから、オランダ人乗員たちはですね、英語ではなくオランダ語でのやり取りになったそうです。で、日本人客室乗務員はそういう中でオランダ語の内容をしっかり把握して、機体からのこれは失火ではないと、緊急脱出の必要はないと、エンジンをかけるための機材であるジェットスターターというものが出火して炎が上がったけども、すぐに機体から分離されて事なきを得たので大丈夫だということを、オランダ人のオランダ語のやり取りを聞いて日本語でその都度アナウンスをして、日本人の乗客に伝えたというんですね。怖かったけどもすぐにアナウンスが日本語で入ったので安心したと感謝されました。大半は日本人の乗客だったということであります。そういう役割をしておられる。昨日、私が直接会ってお聞きした方は、日本人の乗客の方が急病になったと。で、日本人の方の病気の表現というのはやはり外国人と比べて割とこう、なんて言いますか、そんなにオーバーにしないので、
キャッチするのはやはり日本人の客室乗務員がそのことを踏まえて引き出して大丈夫ですかと言って、そうするとかなり重篤だ重症だということが分かったので、これはオランダ人クルーとも相談して緊急着陸が必要だという判断して札幌の空港に着陸したそうなんですね。普段は降りない空港ですから、その地上乗務員とのやり取りなんかも日本人のクルーがかなり役割を果たしたと言ってますけども、すぐ病院に行って手術をやって命は取り留めたんですが、もし緊急着陸して手術しなければ命はなかっただろうとドクターに言われたそうですけども、そういうことを日本人の客室乗務員にやられている、非常に大事な日本人の乗客にとっては役割だと思いますが、まず総務大臣にこういう役割を果たされている日本人客室乗務員について感想いかがでしょうか。野田総務大臣。お答えいたします。大昔になりますけど、私も就職活動しているときに航空会社に憧れて、希望したことがありましたけれども、夢は叶いませんでした。多くのやっぱりお客様相手に本当に心温まるサービスをしていただいて、快適な、そして安全な空の旅を作っていただいていることに、私自身も時々利用しますので感謝しながらも、大切な仕事だと認識しているところです。山下芳樹君。快適安全大切なお仕事だと、その通りだと思います。ちょっともうだいぶ前の話になりますが、野田大臣の先輩でもあられます亀井静香運輸大臣がですね、1994年のことなんですけども、日本の航空会社の中でアルバイトスチュアーデスを導入することが問題になったんです。その時に亀井大臣は契約制の客室乗務員導入について行政指導もされまして、その時の国会答弁でですね、こういう答弁されています。雇用形態が安全面にどういう影響を与えるのか、乗務員について一体化の問題等から全体的に判断していく、将来3年経ったら正社員に切り替えるというやり方か、それとも最初から直ちに正社員に切り替えていくのか、それは航空会社に判断してもらうという趣旨の答弁をされて、単にこれは雇用形態ではないんだと、安全の問題と、クルーと一体に雇用形態がバラバラでは安全対応ができないんだということを、趣旨のことをはっきりと国会で答弁されまして、そういう対応もされまして、以降ですね、今では JAL も ANA も客室乗務員は正社員に変わっております。私はこの亀井静香当時運輸大臣の判断、大変正しいものがあったと思いますが、感想で結構ですが、いかがでしょうか。野田総務大臣。私もかつて亀井先生とは郵政の関係とかでいろいろ出会いがありまして、一見怖い方、怖く見える方なんですけど、非常に細やかな気遣いをなさる、先を見通せる方だと思っております。これにつきましても私はその通りでいい形になってよかったなというふうに思います。山下芳樹君。ところがですね、残念ながらそういう大事な役割を果たしている KLM の日本人客室乗務員、そしてまた亀井静香大臣の言葉を引くまでもなく、安全にとっては雇用形態非常に大事なんだという客室乗務員なんですが、オランダ航空はですね、この日本ベースで働いている日本人客室乗務員の方についてはこれまで2年契約プラス3年契約などで5年以内の有期雇用にしてまいりました。これまで5年以内だったんです。しかしジャパンキャビンクルーユニオン、7500人を有する客室乗務員の組合がですね、5年を上限にした契約では安全上もいろいろ問題があるだろうということで交渉されまして、さらに3年間の契約更新を、認めさせて、2015年からですね、さらに3年の延長がされております。したがって2年3年プラス3年ですから、8年間の契約でいろいろ経験を積まれた方々がこの7月からその8年間が切れようとしているわけです。なぜ8年間切れたらさらに延長したらいいじゃないかと思うんですが、その3年前の時にですね、もう残り契約が2日間で切れるという時にこれで契約しなければダメよということで3年限りだという条件をもう飲まざるを得なかったんです。しかし状況が変更すればいろいろ協議には応じようということになってるんですが、そこで今問題になっておりますのは、このもうそろそろその7月からですね、その8年目の方が来るわけです。私はいろいろ事情があるわけですから、これは
厚労省に聞きますけども、これがですね、8年間本当にそういう仕事をしてきた方が、いろんな事情はあろうにせよですよ、無期転換ルールが適用される今年からですね、こういう方々がどん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 切られていくなんてことは絶対にあってはならないと思いますが、どういう指導してますか。土屋審議官。お答え申し上げます。個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、まず無期転換ルールについては、これを定めた労働契約法が民事の法規でございますことから、無期転換申し込み権が発生する前の雇い止めについて紛争が生じた場合には、最終的には司法においてその有効性が判断されるというものでございまして、行政としてその適否について申し上げることはできないということがございます。ただその上で厚生労働省としては、本年4月から無期転換の申し込みが本格的に始まるということを踏まえて、まずこのルールへの対応が円滑に行われるように、あらゆる機会を捉えて周知を図ってきたわけでございまして、また無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的を持って雇い止めをするというような事案を把握した場合には、必要な啓発指導を行ってきたところでございますし、また今後ともそうしっかり対応してまいりたいと思っております。山下芳樹君。私当事者の方から聞いたんですけれども、東京労働局は KLM に対して啓発指導されました。されたんですけれども、先方の受け止めはですね、いろいろ説明を受けたけども、その雇用方針を変えろなんて聞いてませんって言って開き直ってるんですよ。開き直ってるんです。こういう状況でね、無期転換ルールを守るその一番先頭に立たなければならない厚生労働省の、私は放置できしたら責任が果たせないと思うんでね、引き続き頑張っていただきたいと思いますが、野田大臣に伺います。私はですね、厚労省もこれから頑張っていただくんですが、野田大臣はもう言うまでもなく女性活躍担当大臣でもあられます。日本の優秀な女性たち、キャビンクルーには男性もいますけども、これからですね、さっき言ったように毎月7月から次々と期限が来て雇い止めになるような方々が出てくるんです。女性、多くは女性ですけども、女性活躍担当大臣でもある野田大臣の目の前でこういうことが起こっていいのかと、いかがですか。野田総務大臣。お答えいたします。まずご指摘 の個別のオランダ航空の事案については、事実関係の詳細は承知しておりませんので、この場でのお答えは差し控えさせていただきます。一般論として、私は今委員がおっしゃったように、女性活躍男女共同参画担当大臣でございまして、そこで申し上げるとするならば、例えば男女間の賃金格差の問題、女性の非正規雇用の問題などを含め、女性活躍以前の課題にしっかりと目を向けること、フェアネスの高い社会の構築を目指していくことが、特にこの人口減少局面にある日本にとってはとても重要なことだと思っています。無期転換ルールというのは、有期契約で働く方の雇用の安定を図るために設けられたものであり、不安定な雇用に苦しむ多くの女性にとっては、雇用の安定や処遇改善につながることが期待されているものと考えています。そして企業にとっても今お話があったような、その熟練の上に立った安全性とか、またそういうプロ意識の高さとか、そういうものがかえってその企業の値打ちを上げていくという視点もちゃんととらまえていただかなければならないかなと思います。いずれにしても企業の皆様には無期転換ルールの制度の趣旨をしっかり踏まえて取り組んでいただくとともに、制度を所管されている厚生労働省において、適切な対応に努めていただきたいと思います。山下芳樹君。総務省として今、女性活躍推進について、行政監視として調査対象にされてるんですね、大臣。行政監視の対象として、女性活躍推進について今、調べ始めてるんです。で、中身はいろいろあると思います、女性社長の比率がどうだとかっていうのはあるんですが、そういうことだけではなくて、本当に素晴らしい役割を発揮して活躍されてる女性たちが、その場が奪われる。ようなことがあっていいのかということも、私はこの調査の対象にすべきだと思います。で、いろんな企業を聞き取ってますから、最後に提案お願いなんですけれども、大臣自身がですね、今日たくさん当事者傍聴されております。ぜひオランダ航空の雇い止めの不安で一日一日今送られている女性の皆さんの声を直接聞いていただいて、そしてオランダ航空にもですね、
そういうことがあっていいんだろうかと、女性活躍に逆行するんじゃないかということを、今度の行政監視の一環として聞くことだってできますから、ぜひ検討してくれませんか。野田総務大臣。今日は実はこの委員会で初めてオランダ航空の皆さんの話を山下委員のご質問によって少しずつ中身を承知しているところでしっかりまた検討させていただいて、とにかく日本はもう女性の活躍なかりせば成り立っていかない国だということを、その多くの方たちがご理解いただいているところでございます。そこをしっかり踏まえて取り組んでいきたいと思います。山下芳樹君。その志がですね、現実の問題として是正できるように、私もぜひ精一杯頑張りたいと思いますから、行政機関の皆さんと政治の力が問われてますので、しっかり取り組んでいただけるよう、私も力を合わせるということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。